こんにちは大地です今日はドイツ語サッカー用語をやっていこうと思うんですけどプロベトレーニングを受けた時にポジションはどこだと聞かれ自分のポジションくらいは言えたいはたですよねそこでポジション編としてポジション関連の用語を教えていこうと思います綴り読み方と発音を是非覚えていってください僕は発音がネイティブではないので僕の彼女に発音をしてもらいますなので完璧な発音を身につけてくださいそれでは始めます Die Position. Der Torwart, Torhüter, der Innenverteidiger, der rechte Außenverteidiger, der linke Außenverteidiger, der Sechser, defensiver Mittelfeldspieler, der rechte Außenmittelfeldspieler, der linke Außenmittelfeldspieler, der Flügelspieler, der Zehner. 今のが全ポジションのドイツ語サッカー用語です。最初は英語と全く違うので覚えるのが大変ですが要領さえつかんでしまえばすぐ覚えれます。あとドイツ語のサッカー用語はポジションを数字にしたりします。キー,パーから1 11でででフォワードが11までですその中で多く使用されるのがゼクサーとセェーナーですね。 ゼクサーが守備的ミッドフィルダーのことで、セーナーがトップ下のことです。数字を覚えて、それに ER をつけるだけなので、難しいなと思う人は、そちらを覚えてみてはいかがでしょうか。次はポジション関連の基本的なサッカー用語を教えます。どうぞ。D4er-Kette、D3er-Kette、D5er-Kette、DV-Teiligung、Der Angriff。

ドイツ語を日本語の読み方に直してもこんな風に言ってないじゃんと思われるかもしれません。なのでドイツ人の発音を真似して練習するのがいいです。日本語の読み方はあくまで参考として使ってください。今日はこの辺で終わらせていただきます。それではまた。チャオチャャオオ。